はい、桂春蝶でございます。実はですね、これ先ほど公演が終わったばっかりで、芝浜をね、今やらさせていただいたという、ところでございます。で、12月の3日の日曜日午後2時、また岸和田並木ホールで、ということなんでございますけども、じゃあもう一回芝浜やります。 あ、それはいらないです。芝浜2とか。 芝浜雷神とか、芝浜の前日譚とか、どうですか。 いらないですか。はい。まあ、なんかものすごいやっぱりあっと驚く大きなネタを必ずこの並木岸和田のお客さんに持ってこようと思ってるんですよ。もう本当にふるさとだと思ってますので、 自分の、本当に何より大切にしているところでございます。岸和田ステートオブマインドっていう CD 出そうかなと思ってる。はい、ということで、岸和田並木ホールで12月の3日の日曜日です。とにかくあっと驚くような大ネタ、必ず来ていただいて満足していただくものを引っ提げていきたいと思います。はい、とりあえず頑張ります。ありがとうございます、いつも。